ドノバンのノーズイは1943年のアメリカ合衆国の SF 作家カートシオドマクによる SF 小説マッドサイエンティスト東部移植を扱った SF の古典パルプマガジンブラックマスクの1942年9月号から11月号に3回に渡り連載され1943年にアルフレッド・エイク・ノープ社から観光本として刊行された 続編に、ハウザーの記憶、ガブリエルズ・ボディがある。1944年と1948年に、ラジオドラマ化され、また、ザレディアンドザ・モンスター、1944年、ドノバンの脳髄、ザブレーン、1962年の3度にわたり、映画化されている。本作、ドノバンの脳髄の初出は1942年だが、ホラー専門パルプマガジン、 ウィアード・テイルズ氏の歴史や掲載作品の解説書、ウィアード・テイルズ別館によれば、いわゆる生きている脳髄テーマの先駆的作品として、下記のような作品がある。医師のパトリック・コーリー博士は、アリゾナ州フェニックスの砂漠地帯に住む脳医学の研究家。彼の研究は、適出した小型猿の脳を体外で数日間、生存させることができる程度に進んでいた。 彼の研究日誌の形式で物語は進行する。ある夜、地元の保安官から飛行機墜落の救報が届き救助活動への参加が要請される。墜落現場で発見された重症者に緊急手術を行うため自宅に運び込んだ彼は、それが億万長者の WH ドノバンであることを知る。多量出血で瀕死の状態にある意識不明の どの番から脳髄を摘出したパトリックは、ガラス容器に脳を収め、輸液チューブと脳波形を接続する。脳波形が脈動を記録し始め、脳が生き続けていることに歓喜するパトリックは、脳を抜かれた体を縫合して、死亡診断書を作成し、どの番の死体を警察に引き渡した。その後、脳波形の反応から、脳が生きているだけではなく、意識があるらしいと気づいたパトリックは、 どの晩の脳とコミュニケーションを取る方法を模索し始める。ある日、研究室での居眠りから目覚めたパトリックは自分の利き腕でない左手でメモ用紙にどの晩のサインを書いていたことに気づく。漏電による電気ショックがきっかけでどの晩の脳に精神感応が発現したのではないかと考えたパトリックは脳とのコミュニケーション実験にのめり込んでゆく。だがやがてパトリックは どの番が自分の肉体を使う時間が徐々に長くなり抵抗し難くなってきたことに気づくがすでに遅かった。無意識状態で書かれるどの番のメモに従い行ったことのない銀行へ行き小切手に自分の筆跡ではないサインをし多額の秘密預金を引き出すパトリック。これまで吸ったこともない高級な葉巻やウイスキーをたしなむが味や香りを感じることはなく 逆にこれまで患ずらったことのない腎臓や膝の痛みを感じ始める。どの番の思考がパトリックの精神を侵食し、パトリックの肉体を乗っ取ったのだ。どの番は弁護士を雇い、なぜかどうしようもないクズの殺人犯を無罪にしようと金をばらまき始める。その行動は法廷で無罪をもぎ取るために、売信員を買収し、決定的な証人である少女を暗殺しようとする。 ところまでエスカレートする。パトリックをねだろうとして破滅させられた記者のヨーカムは、パトリックの研究室に押し入って、脳のガラス容器を破壊しようとするが、ドノバンの精神感王によって、心臓を止められて問ん死した。研究日誌を読んだジャニースは、パトリックの肉体をドノバンから解放しようとするが、ドノバンは自分を邪魔するものとして彼女までも殺そうと、する。だが、あわやという瞬間、 パトリックはドノバンの支配から解き放たれる。脳に何か起こったに違いないと察した彼はジャニーズと共に研究室へ急行する。そこにはドノバンの脳と差し違えて死んだシュラットの遺体があった。当初からパトリックの研究内容と研究態度に危険性を感じていたシュラットはドノバンがヨーカムを殺した時の脳波形の記録から 脳が殺人を犯そうとしている時には無防備になることに気づき、まさにジャニーズが殺されようとしたタイミングで、どの晩の脳を容器ごと抱き潰したのだった。ありがとうございます。